ペンサコーラ。ペンサコーラはアメリカ海軍の重巡洋艦。ペンサコーラ九十巡洋艦の一番艦。艦名はフロリダ州ペンサコーラにちなんで命名された。その名を持つ艦としては三隻目。本艦は東京ローズからグレーゴースト灰色の幽霊と呼ばれた。ペンサコーラは1926年10月27日にニューヨーク海軍交渉で寄港し、 1929年4月25日に、ジョセフ・エルセ・セギグマン夫人によって、命名、浸水、1930年2月6日に、艦長アルフレッド・ジー・ハウ・タイさんの指下収益した。収益後1930年3月24日に、ニューヨークを出港したペンサコーラは、パナマ運河を通過して、ペリューのカヤをび、チリのバルパライソを訪問し、6月5日に、 ニューヨークに帰島した。続く4年にわたって、東海岸及びカリブ海で活動し、しばしばパナマ運河を通過し、カリフォルニアから範囲で実施された共同の艦隊演習に参加した。1935年1月15日、ペンサコーラはノーホークを出港し、1月30日に新たな母校のサンディエゴに到着、太平洋艦隊に合流する。 ハワイ沖での艦隊演習に参加し、アラスカ海域まで巡航しばしば行われた統合艦隊演習ではカリブ海を訪れ1939年10月5日に新珠湾に向けて出航12日に到着した。1940年、ペンサコーラは RCA 社性のを装備する最初の艦艇の一隻となった。演習ではミッドウェイ島や フレンチフリゲート世を訪れ、グアムまでの巡航も行った。1941年11月29日、ペンサコーラは、ペンサコーラ輸送船団を率いて、真珠湾を出港し、マニラに向かった。これにより、12月7日の真珠湾攻撃から逃れることができた。真珠湾攻撃後、ペンサコーラ輸送船団はオーストラリアに行き先が変わり、12月22日に、 ブリスベンに入港した。ペンサコーラは1942年1月19日に帰島し、以後2月5日まではサモア諸島方面の紹介に従事し、2月17日にクーボレ・キシントンを帰還とする第11任務部隊、ウィルソン・ブラウン中将とサモア沖で合流した。第11任務部隊は日本軍が1月23日に占領したばかりのラバウルを空襲すべく急行した。 2月20日、第11任務部隊は、ブーゲンウィル島近海で、日本の97式飛行艇に発見された。やがて一式陸上攻撃機17機が飛来してきたが、ペンサコーラを含む艦艇の対空砲火と、上空警戒中の歴史との艦載機の働きにより、17機のうち13機を撃墜して2機を大破させ攻撃を挫折させた。 これを日本側故障でニューギニア沖海戦と呼ぶ。しかし、第11任務部隊は高速航行を続けた結果、燃料事情が心細くなり、ラバウル空襲は断念せざるを得なかった。ペンサコーラは、第11任務部隊が3月6日に空母ヨークタウンを基幹とするフランクフレッチャー中将と合流するまで、産後海での紹介を続けた。3月10日、 第11任務部隊と第17任務部隊は合同で関西機を飛ばし、応援スタンレーさん役を越えて、パプア湾を経て、大都サラモアに奇襲を仕掛けた。在地の日本軍部隊は驚き、奇襲は日本軍に停滞損害を与え成功を収めた。ペンサコーラは、第17任務部隊と共に4月8日に、ヌメアに到着し、サモアを経て4月21日に、 真珠湾に帰島後、ペンサコーラは空母エンタープライズと共にエファテ島までを輸送するため出港し5月26日に真珠湾に帰島した。5月28日、ペンサコーラはエンタープライズ、ホーネット機関の第16任務部隊、レーモンドスプルーアンス少将と共に真珠湾を出撃し6月2日に ミッドウェイ島北東海上で第17任務部隊と合流。二つの任務部隊は、ナグモ忠和中条率いる第1航空艦隊を中心とする日本艦隊と激突。ミッドウェイ海戦が正規した。第1機動部隊の3空母、赤城、香川、総流が、クラレンス・マクラスキーの SBD ドーントレスの奇襲により炎上後。 残った飛竜からの攻撃隊がヨークタウンを襲い、三発の爆弾を命中させた。ペンサコーラは、ヨークタウン救援のため、第十六任務部隊を一時離脱して、第十七任務部隊に合流した。合流時、ヨークタウンは、さらなる弾と魚雷の命中で、航行不能状態に陥っており、そこに、飛竜からの第二次攻撃隊がやってきた。 ペンサコーラは97式艦上攻撃機4機を撃墜したものの、これらの働きも及ばず、ヨークタウンは魚雷二本の命中を受けて放棄せざるを得なかった。ペンサコーラは第16任務部隊に戻り、飛竜も喪失して退却する日本艦隊を追った。6月13日、ペンサコーラは真珠湾に帰還した。帰還後間を置かず、6月22日にはエンタープライズと共に、 ミッドウェイ島へ第22海兵飛行軍と1,157名の海兵隊員を輸送し、真珠湾に戻った後はハワイ海域で紹介と訓練を行った。8月7日、アメリカ軍はガダルカナル島に上陸してソロモン諸島の戦いが始まった。巡洋艦隊は空母サラトガホーネットワスプの護衛でソロモン海域に急行。しかし、 サラトガは8月31日に E26 の来撃で損傷。ワスプも9月15日に E19 の来撃で沈没した。ペンサコーラは9月26日にヌメアに到着し、ホーネットと共に第17任務部隊ジョージ・ディ・マレー少将を構成し、日本軍を求めてガダルカナル島と三体サベル島間の海域に向かった。10月24日にエンタープライズの 第十六任務部隊、トーマス C 近郊の少々と合流。徐々にガダルカナル島とツラギ島の地域に近づいていった。10月26日、味方偵察機が日本艦隊を発見し、やがて互いの攻撃隊が飛び交って、南太平洋海戦が始まった。アメリカ側の攻撃隊は、日本の空母昇格と随砲、従順用艦蓄に損害を与えた。一方で、 ペンサコーラはホーネットに群がる99式、艦上爆撃機と97式艦航の撃退を助けたものの、魚雷と爆弾の命中を受けてホーネットは損傷。まもなく、別の99式艦爆24機が現れ、エンタープライズに対して23発もの爆弾を投下した。これらの攻撃にもかかわらず、エンタープライズは、やつぎばやに艦載機を飛ばして、ホーネットを守ろうとた。 しかし、最終的には、ホーネットは放棄され、駆逐艦修運と巻雲の魚雷によって沈没した。ペンサコーラは、ホーネットの乗組員188名を救助し、10月30日に、ヌメアに到着した。海戦の前後、任務部隊は、ガダルカナル島を取り返そうとする日本軍の攻勢に、反撃し、軽巡洋艦由良を撃沈し、その他多くの主要艦船を撃破。 さらに日本機123機を撃墜した。11月2日、ペンサコーラは、ガダルカナル島向けの海兵隊の増援部隊と物資を乗せた輸送船団を護衛すべく、アオラワンを出撃した。11月12日からの第3次ソロモン海戦ではエンタープライズを護衛し、エンタープライズの関西機は、カジコショウで乗った打ち回る戦艦飛例を撃沈し、その他巡洋艦。 駆逐艦及び増援の日本軍部隊を乗せた11隻の輸送船などを撃沈及び撃破して打撃を与えた。アッペンサコーラはエスピリトサント島に帰島した後、カールトンエイチライト少々のに加わった。11月29日、第67任務部隊は出撃し、東京急行を封じるべくガダルカナル島沖に急行した。十一月三十日が終わろうとするその少し前、 田中雷蔵少将率いる第二水雷戦隊の一隊がサボ島の西南方からアイアンボトムサウンドに侵入。第67任務部隊は連合水道からヘンダーソン飛行場寄りのコースで侵入した。ルンガオキンヤ戦は互いの部隊が相手を探知したことから始まった。第二水雷戦隊はペンサコーラなどの巡洋艦隊を射程圏内に入れつつあったその時、 味方駆逐艦部隊は先制攻撃で魚雷を発射した。以後、飛び交う栄光弾や砲の閃光などが暗夜を明るく照らし出し、第67任務部隊の攻撃は相手警戒隊の駆逐艦高波を爆発炎上させた。品種の高波に気を取られている最中、巡洋艦隊に日本の魚雷が襲いかかった。まずミネアポリスには魚雷が2本命中し艦首を吹き飛ばしたが、 ミネアポリスは、なんとか持ちこたえて戦い続けた。ミネアポリスの後方を進んでいた、ニューオーリンズも、魚雷の射線に飛び込み、艦首に魚雷が命中して、ミネアポリス同様に鼻先を失った。ペンサコーラは損傷したミネアポリス、ニューオーリンズ領艦を避けるべく左に舵を切った。しかし、領艦からの火災によって、ペンサコーラの艦影が浮かび上がり、 ペンサコーラは第二水雷戦隊の格好の目標となった。発射された18本の魚雷のうち1本がコーブマスト直下の左原側に命中し、機械室が浸水。砲塔のうち3機が使用不能となった。さらに、破れた燃料タンクから流出した油がコーブマストを中心にペンサコーラの観光部を炎上させ、第三砲塔等の弾薬庫も加熱により、 砲弾が炸裂する有様だ。その間、後続の軽巡洋艦ホノルルは30ノットの速力で相手から離れ無事だったが、巡洋艦隊のトノ艦ノーザンプトンは、巨雷が2本命中し、ペンサコーラが被った以上の大被害を受けて沈没した。ペンサコーラは、乗組員の懸命な努力と巧みなダメージコントロールで艦を保ち、 第三砲塔から発する火星も弱くなった。ペンサコーラは炎上しながら、ツラぎに帰還。最終的に消火されたのは、巨大命中から実に12時間後のことであった。ペンサコーラは、海戦で7名の幹部と118名の乗組員が、戦死し、1名の幹部と67名の乗組員が、負傷した。ペンサコーラは、ツラぎの一角に、 日本軍の目を避けるためのカモフラージュされつつ、応急修理を行い、当面の航行可能な状態に回復してから、エスピリトゥサント島に向かい、12月6日に到着後は、工作艦の手により応急修理が続けられた。1943年1月7日、ペンサコーラは出港して、サマア経由で、真珠湾に向かい、1月27日に到着した。ペンサコーラは、 真珠湾で本格的な修理が行われ、レーダーの更新と40ミリ機関砲の設置が行われた。11月8日、修理を終えたペンサコーラは、ガルバニック作戦に参加し、機動部隊の護衛のため、真珠湾を出撃した。11月19日、ペンサコーラはベテオ島に対して、艦砲射撃を行い、600発の手砲弾を発射して、 水際防御の陣地と構造物を破壊した。タラワの戦いが始まると、ペンサコーラは、関西機と協力して、上陸部隊の支援を行った。その前後に発生した第一次ギルバーと諸島機航空戦では、一式立港を追い払ったものの、軽空母インディペンデンスに如来が一本命中して、損傷。ペンサコーラは、損傷したインディペンデンスを、フナフティ島に送り届けた。 その後の2ヶ月間、ペンサコーラは、機動部隊の護衛に徹した。1944年1月29日からは、ペンサコーラは、マーシャル諸島に対する戦いに参加した。29日夜に、東部マーシャルのタラオ島を艦砲射撃したのに続き、ウォッチ干渉にある飛行場、水上基地、火薬港及び陸上構造物を艦砲で破壊した。 1>, 1月31日にもクエゼリン干渉とマジュロ干渉に対して圧力をかけ、2月5日からのクエゼリンの戦いによって、ロイコールナムル島が第4海兵師団によって占領された後も、ペンサコーラは2月18日まで、タラオ、マロエラップ干渉の海岸陣地と飛行場に対する砲撃を続けた。マーシャル初頭制圧後は、クエゼリンとマジュロを中心に紹介を行い、 3月30日から行われた高速機動部隊によるパラオ、ヤップ島、ウルシー干渉及び、ウォレアイ干渉に対する攻撃では、再び機動部隊の護衛に徹した。ペンサコーラは4月25日にマジュロを出港して、真珠湾とメアアイランドを経由し、北、太平洋に向かった。5月27日、ペンサコーラは、クラック湾に到着した後、 巡洋艦特築艦による任務部隊に加わり、6月13日に松和島の飛行場に対して艦砲射撃を行ったのを皮切りに、6月26日朝にはバラムシル島の港湾施設や飛行場に対して300発もの8インチ砲弾を浴びせ。ペンサコーラは6月28日にクラック湾に帰島後、8月8日までアリューシャン方面で紹介を行った後、 新珠湾に戻った。8月13日、ペンサコーラは新珠湾に到着。29日に他の十巡洋艦と第12.5任務軍アレン・イースミス少将を構成してマリアナ諸島へ向かい、その途中の9月3日には軽空母モンテレーの関西機などと共同でウェイク島へ艦砲射撃を行った。10月9日には南鳥島の通信施設と 陸上施設を砲撃した。これらの攻撃は、ウィリアム・ハルゼー中将率いる第三艦隊がアメリカ側の次の目標が小笠原諸島方面等であるかのように装って、日本側の注意を真の目的と違う方向に向けるために行われた。この間、ハルゼーの高速機動部隊は沖縄島と台湾を空襲した後、フィリピンに進撃した。ペンサコーラは、 台湾沖航空戦で大破した、軽巡洋艦ヒューストン及び重巡洋艦キャンベラを、うるしいまで護衛した後、10月16日に、空母アスプと共に高速機動部隊に加わった。翌日、第7艦隊に支援されて、フィリピンの戦いが始まった。ペンサコーラは、ジョン・エス・マケイン中将の第38.1任務軍に加わって、レーテ沖海戦を戦うことになった。 10月20日の冷手テ島への上陸を支援後、小沢寺三郎中を率いる、機動部隊と対決すべく北に行し、小沢の機動部隊を打ちのめすと南に向かった。ペンサコーラは高速機動部隊の護衛から離れた後、11月11日夜から12日にかけて、伊王島に対する艦砲射撃のため出撃し、14日に、うるしいに寄稿。11月20日早朝、ペンサコーラは、 従順チェスター、ソルトレイクシティ、駆逐艦4隻と共に、うるしい干礁から出て、無害水道を通過していた。例後23、水道東口を紹介中の米総海艇が、潜望橋と鉱石を発見し、通報。これを受け、艦隊は水道を出ると共にの自運動を開始。その後、チェスターが550メートル先に、その右辺を航行していた米駆逐艦が、 艦隊に接近しようと南化する、潜望鏡を発見。チェスターはこれを押し潰そうとスピードを上げた。潜航艇が、魚雷発射のために占いくらい運動中と判断した。ケースは、潜望鏡がチェスターを向いたままなのを見て、台当たりを決意。チェスターは、衝突を避けるためスピードを落として、震度を変えた。0538、ペンサコーラの弦二千2000メートルの距離で、潜望鏡を発見。 ペンサコーラはこれを回避した。先行艇は、ペンサコーラの前方を先行通過して、隊列の南側に浮上し、左に大きく旋回して、チェスターの右正横に移動。ケースはここに来て、重かじ一杯、右弦行進一杯、左元機前進一杯で急速点出し、零五3 8に、浮上構想中の先行艇の左側から、中央部を監守でへし折り、 続いて旋回しながら爆雷を投下し、これを撃沈した。この旋工艇は E36 から発進した回転である可能性が高い。その4分後、ペンサコーラは両艦と共に回転による給油艦ミシシネワの沈没を目の当たりにした。ペンサコーラは11月22日にサイパン島に入港した。洋島に対する再度の砲撃の準備を行った。 一方で、5日後の11月27日には、イセリー飛行場に集結する B-29 を破壊すべく襲撃してきた第一、お立隊の排除に協力した。ペンサコーラは12月6日に、サイパン島を出撃し、12月8日に伊王島に、対して8インチ砲を500発発射した。ンサコーラは12月24日と27日、1945年1月5日にも、 すり鉢三北方にある砲台を砲撃し、1月24日には、七島と母島の防御施設にも砲撃を加えた。1月27日、ペンサコーラは、ウルシーで構成された BJ ・ロジャース少将を率いる戦艦と巡洋艦、駆逐艦で構成された任務部隊に加わった。任務部隊は、戦艦六隻と巡洋艦四隻を中心とし、その周囲を 駆逐艦が護衛していた。任務部隊は2月10日に出撃した後、テニアン島を経てイオ島に向かった。2月16日、ペンサコーラは、硫黄島の北西海域に位置し、同方面の守備隊に向けて発砲した。午後、ペンサコーラの観測機を操縦していたダグラス・ W ・ガンディ中尉は、日本の戦闘機を撃墜した。翌日、ペンサコーラは、 総海底の支援のため海岸にかなり接近して砲撃をしていた。その時、砲台からの反撃を受け、ペンサコーラは機体行動に移ろうとした。しかし、続けさまに7発被弾し、観測機が炎上して、砲撃のために並べてあった弾薬にも引火して、のた打ち回った。ペンサコーラは、幹部3名と14名の乗組員が戦死し、 幹部1名と114名の乗組員が負傷した。幸い、ペンサコーラに命中弾を与えた砲台の足場が崩れたため、ペンサコーラは命拾いをした。ペンサコーラは応急修理のため一時下がり、修理完了後砲撃任務を続行した。2月19日朝、ペンサコーラは上陸部隊の支援砲撃を実施し、昼夜問わず砲撃を続けた。 3月1日に駆逐艦が反撃により損傷すると、ペンサコーラはテリーを守りつつ、砲撃を加えた。一連の砲撃は3月3日まで続いた。ペンサコーラは3月5日にうるしいに帰稿し、日本に対する最後の飛び石作戦である沖縄戦に参加すべく3月0に出撃した。3月25日、ペンサコーラは上陸に備えて、 事前総会を行う総会停滞の支援で、日本側の防御施設を砲撃。3月27日、ペンサコーラの左舷完備方向に魚雷を発見した。2番目の魚雷は、ペンサコーラに向かってものすごいスピードで突進してきたが、ペンサコーラは左に避けつつ40ミリ機関砲で、魚雷を狙って撃った。最初の魚雷は、ペンサコーラの右舷完備の20フィート未満のところを通過し、 潜望鏡は、ペンサコーラと20ヤード離れたところに出現し、通過していき、機銃員はこれに対して発砲した。ペンサコーラは4月1日の上陸作戦当日を挟み、4月15日まで砲撃を行った。その後、グアムと真珠湾を経由して5月7日にメアアイランド海軍造船所に到着し、オーバーホールに入った。この時のオーバーホールでは、 神風対策で40ミリ機関砲の増設とレーダーの更新が行われ、これと同時に増設した機関砲とレーダー機器類と同等の重量物が除去されるととなった。一例として全部マストは短くなり、不必要な分のカタッパルトや即居技も撤去された。オーバーホールが終わると、ペンサコーラは8月3日にアラスカ州アダック島に向けて出港。終戦時は、 同地で停泊中であった。8月31日に第5巡洋艦隊と共に出航し、大港に向かう。9月8日に大港沖に停泊した。ペンサコーラは11月14日に大港を出航し、洋島で200名の機関兵を上艦させた後、真珠湾を経由して12月3日にカリフォルニア州サンフランシスコに到着した。その5日後、 グアムアプラ港に向けて出港、同地で約700名の機関兵を乗せ、1946年1月9日にサンディエゴに到着した。4月29日、サンペドロを出港したペンサコーラは、新珠湾で第一統合任務部隊に合流し、クロスロード作戦、ビキニ干渉での原爆実験の準備に入る。標的艦としての任務のため5月20日に、 真珠湾を出港し、29日にビキニ干渉に到着した。7月1日のアブル実験、B-29 からの10日による空中爆発実験及び7月25日のベーカー実験、上陸用集停からリ下げられた水中爆発実験と2度の核爆発を耐えたペンサコーラは8月24日にクエゼリン干渉に栄光され26日に退役した。 船体は放射線の影響及び構造調査のため、第一統合任務部隊に引き渡れた。調査研究が完了すると、1948年11月10日に、ワシントン州の沖合で、海没処分された。ペンサコーラは、第二次世界大戦の先行で13個の、従軍聖賞を受賞した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。